アレクサンダー・ハミルトンは、アメリカが衆国建国の父の一人。日本語では、アレキサンダー・ハミルトン、アレグザンダー・ハミルトンとも表記される。政治家、憲法思想家、哲学者であり、アメリカが衆国初期外交のリーダーであった。アメリカ独立戦争の際には、総司令官、ジョージ・ワシントンの副官を務めた。1787年のフィラデルフィア。 憲法制定会議の発案者でアメリカ合衆国憲法の実際の起草者。アメリカ合衆国憲法コメンタリーの古典ザ・フェデラリストの出筆者。古き英国の法思想、法の支配に基づく古文ー化した憲法を生み出した立憲主義の著名な思想家である。司法による違憲立法審査権の制度の理論はハミルトンによる。英国のアクトン教はハミルトンを バークを超える世界随一の天才と評価をしている。アメリカ合衆国の初代財務長官、陸軍少将、連邦等の党首。1801年、米国最古の日韓紙ニューヨークポスト氏やバンクオブニューヨークを創業した。1804年、対立するアーロンバートの決闘で死去、49歳だった。アレクサンダー・ハミルトンアメリカ合衆国十ドル紙幣。 アレクサンダー・ハミルトンの肖像画は、1805年に画家ジョントランブルが描いたものを元にしている。ハミルトンは、英領西インド諸島のネービス島に生まれる。父親は、スコットランド貴族の四男だが、ハミルトンが生まれた時は、カリーブ海の小さな島の一商人に過ぎず、しかも後破産し、冷落していく。母は、フランスのユグノーの子孫という。アメリカ合衆国の、 建国の父たちは皆、成功した入職者からの名門富裕層のであったが、誇るべき家柄もなく内縁関係の両親の間に、生まれたハミルトンは、例外とも言える存在であった。1768年に、兄と共に孤児となり、ニューヨーク商人のクルーガーと、ビークマン所有の千と黒い島にある店で、働き始め、4年後には店主に代わって、店を任されることもあり。 その経営能力は高く評価されていた。1771年にセント黒い字まで発行されている新聞に自作の詩を掲載され、文才の片鱗を示す。その翌年にハリケーン来週を報じた手紙が新聞記者に優れた文章として認められ、ザ・ロイヤル・ダニッシュ・アメリカン・ガゼット詩に掲載された。天使と親類演者の援助により、 1773年より、ニューヨーク市のキングズカレッジに入学し、行政学、政治学を学ぶから、歴史、文学、政治哲学などの広い分野にわたる読書を始めた。この偶然と幸運で貧しい一区学生に過ぎなかった、ハミルトンは、自らの添付の才を発揮できる好期を天から授かったのである。1774年、 サミュエル・シーバリーの大陸会議避難を反駁した論文、大陸会議の措置に関する敵の抽象に対し、その措置を全面的に擁護するを交換。これは、独立革命に関してハミルトンが執筆した最初の公的文書である。1775年2月、さらに大陸会議を擁護し、愛国派の見解を表明した、その農民の見解を論クすを交換。 同年6月、ケベック法に関する所見を発表し、イギリス本国が植民地支配を強めるために、カナダのカトリック教徒を利用する計画があることを批判。10月、大衆の印刷業者への暴行を非難。1776年3月14日、ニューヨーク植民地法兵中隊を指揮する隊員に任命され、独立戦争に従軍、幾多の海戦に参加して、 軍人としても優れた才能を発揮した。1777年からジョージ・ワシントン、総司令官の副官に任命され、中佐として軍務に奔走する傍ら、ヒューム、ホップツなどの読書と研究に努めた。1778年に、プブリウス書館を新聞史上に発表し、軍需品納入をめぐる不正事件を摘発し、大陸会議の欠陥も合わせて批判する。 1779年12月から翌年の3月にかけて独立運動の指導者に書簡を送り、その中ですでに合衆国銀行設立の構想を立てている。1781年7月12日から4回にわたって連載された論文大陸主義者では強力な中央政府樹立の必要を説いた。10月14日にヨークタウン観楽の陣頭式をとり、 10番歩類を落とし勝利している。軍務を解かれ1782年から弁護士開業を目指し、ブラックストーン、グロテウス、プッフェンドルフについて勉強する。4月18日から新聞掲載された大陸主義者の続編で通称規制の必要を解く。7月22日にニューヨーク国大陸会議議員に選出され、そこで 大陸会議の課税権強化を提唱。1784年1月からのフォーションからの書簡でニューヨーク国におけるイギリス中正派への不当な処置を批判した。1786年ニューヨーク国議会によりアナポリス会議の委員に選出されフィラデルフィアに新しい議会を開催するよう各方に要望した声明文を寄贈。年月 ニューヨーク国議会により憲法制定会議への代表として派遣され、9月17日にアメリカ合衆国憲法の総項を作成し、ついで憲法草案に署名をする。10月27日からジェームズ・マディソン、ジョン・ジェイと協力して、翌年5月28日までにザ・フェデラリスト論文を執筆し新聞史上等に発表して合衆国憲法批准を促進した。 1789年9月11日、ワシントン内閣の財務長官に任命される。1790年から1791年までに、ハミルトンによって、連邦議会に提出された、報告書は、更新用、未選誘致、上流酒税、国立銀行、貨幣鋳造所設立、製造業と実に、多種多様。一方、マリア・レーノルズ事件で、 不倫が暴露されたり、交際捜査による不当利益獲得の疑惑が取り沙汰され、トーマス・ジェファーソンをはじめとする政敵との確執が強まる。1794年、ウィスキー一気鎮圧のため1万2二千の軍隊でピッツバーグに侵軍して一挙に制圧。イギリスとの妥協の一環として1795年に結ばれた J 条約の正当性を上ラス論文で擁護し、 連邦議会に批准させた。この年に財務長官を辞任している。1798年から陸軍検閲総監として新しく編成された連邦軍の軍政、平成確率を遂行。1803年には弁護士としての名声は最高潮に達した。しかしながら出自の判理は初代大統領ジョージ・ワシントンという後ろ盾の亡き後、 ハミルトンの人生を暗いものにしていく。連邦党の党首でありながら、大統領になる政治状況は、生まれず、また政治的な判断で往年の鋭さはなく、瞑想の迷路に陥ったようであった。アレクサンダー・ハミルトンとアーロン・バーの決闘ハミルトンは1794年に、マリア・レノルズ事件でその名声が傷つき、政治的ダメージを受けることとなる。マリアの夫ジェームズは、 ハミルトンとマリアとの性的関係を認めていたにも、かかわらず、ハミルトンを強括し金銭を要求した。ジェームズ・レイノルズは偽造の罪で逮捕された時、ジェームズ・モンローをはじめとする数名の、リッパブリカン党員と連絡を取った。彼らは、ハミルトンの元を訪れ、マリアとの関係を問いただしたが、ハミルトンは、関係を認めながらも無罪であることを強調した。モンローは、 ことの詳細を公表しないことを約束したが、トーマス・ジェファーソンにはそのつもりがなかった。ハミルトンは、ジョージの公表を強いられ、それは家族及び支持者に衝撃を与えた。噂された不義によるモンローとの決闘は、前上院議員のアーロンバーによって避けられた。皮肉にもバーは、後のマリア・レイノルズの離婚訴訟において、いくつかの疑問を提示することで、ハミルトンを元気づけた。 しかしながら、ハミルトンとバーのニューヨーク放送会における関係は、憎悪であった。実際彼らの家族はしばしば関係することがあった。バーが1791年の上院議員選で、ハミルトンの義父フィリップ・スカイラーを破った時、ハミルトンはバーを陥れるための秘密工作を始めた。ハミルトンの1795年の財務長官辞任は、公の活動からの引退とはならなかった。 弁護士業の再開でハミルトンは政界に対してアドバイザー及び友人として関係を保っていた。ハミルトンはワシントンの退任演説に影響を及ぼしていたと考えられている。ハミルトンとワシントンの公認ジョン・アダムズとの関係は緊張していた。連邦党の大統領候補としてアダムズの使命を妨げようとするハミルトンの工作は党を分割し、 1800年の大統領選で、ジェファーソン派のリパブリカン党員の勝利に寄与した。ジェファーソンの大統領就任後、バーではなくハミルトンの寄与を選択したことはバーに、対するハミルトンの最初の打撃だった。バーは1804年に、ニューヨーク州知事選に、連邦党から出馬しようとしたが、無所属候補として出馬した。ある新聞が、チャールズ・ D ・クーパーのハミルトンによるものと思われる。 卑劣な見解を掲載した。政治的名誉回復の機会と考えたバーは、ハミルトンに対して謝罪を要求した。ハミルトンはバーが、新聞の言及した事実を証明できなかったとして、要求を拒絶した。バーとハミルトンの決闘は、3年前に、ハミルトンの息子フィリップが、父親の名誉を守るために決闘を行い敗れた。 場所と同じニュージャージー周囲方圏の岩棚の上で1804年7月11日に行われることとなった。ハミルトンは息子の死から決闘に反対したが、決闘は夜明けに始まりバーはハミルトンの下胸部を撃った。ハミルトンの銃弾はバーから外れたとも言われるし、銃が点火しなかったとも言われる。ハミルトンは翌日死去し、マンハッタンのトリニティ教会墓地に埋葬された。 バーはハミルトンに対する殺人とその後の反逆裁判でニューヨークから逃亡し1836年に死去した。ハミルトンの人間観に大きく影響したのはスコットランド哲学であり、とりわけデイビッド・ヒュームのそれは決定的なほどであった。ハミルトンの政治制度に関わる主要論文の基調となっているあらゆる人間は悪人であるはヒュームの 人間本性論からであるのは言うまでもない。かくしてハミルトンがデモクラシーを危険視して、それに制限を課す制度づくりを提唱したのである。アダム・スミスの影響もかなり強い。ハミルトンは統一された中央政府を有する必要があると考えていた。また、口述する近代的な資本主義の基盤を連邦政府によって立つものとした。連邦主義を参照のこと。 この考えは現在の民主党の基本思想の一つを構成している。ハミルトンの法思想は英国思想における二人の法思想を総合化して形成されている。それはエドワード・コーク教の英国法定用反例集とブラックストンのイギリス法釈義である。ハミルトンの出世作である20歳の時の反爆された農民でもアメリカ合衆国の古典と なった、ザ・フェデラリストでも、ブラックストンからの引用が多い。ハミルトンは、17世紀初頭の古き英国の法思想に基づき、国王なし、貴族なしの生態において、古ロ老の精神、法の支配を制度化できるよう、アメリカ合衆国憲法を起草した。アメリカにおける立憲主義の創始者である。アメリカ合衆国憲法は、成文憲法典の誕生であった。 アメリカ合衆国憲法が、ジョン・マーシャルの判決を通じて、司法の意見立法審査権を発明したが、それはハミルトンが書いた、ザ・フェデラリストの第78編その他の法律に依拠した。ハミルトンは、それを、コーク教の1610年の判決や、コークの法の支配、コモンロボの制定法に対する優位などから着想した。なお、ハミルトンは、シャルル・ド・モンテス級の 法の精神から三権分立を学んだ。ハミルトンの著作全体を流れる。政府に関する。ハミルトンが強く求める。その要件は次の四つの柱にまとめられる。起死動的な倫理に立つ政府。すなわち、ディグニティグレースインテレクトシュアリティプライドジャスティスモラリティ活力に満ちた強く、エネルギッシュな政府。政府のウィークネスは、 国民の部別を招く、倫理、道徳性を権限できない、知恵が生まれない。国民からのリスペクトトラストを獲得した政府。これが国民への強権発動を不要にして、国民の自由を擁護する。国家を富ませる知恵と策を持つ政府。実質的な初代外務大臣であったハミルトンが、新生の国家である米国に対して、絶えず、説いた外交の心得は、次の特性であった。 すなわち、外交は国益を完遂するものだが、外国から何時もリスペクトされディスグレースを受けないこと。ジャスティス、オナー、オネスと、キャラクターを失わないこと。ハミルトンは政治における倫理、道徳と宗教信仰を重視したが、それを業種的に訴えた一つは、初代大統領、ジョージ・ワシントンの参戦を辞退し引退する決意表明でもあった。 ハミルトンが代筆した国別の字であろう。ここでハミルトンは以下のように述べた。そしてこの倫理、道徳を国策の根本とするのはハミルトンがアメリカ合衆国の財政制度を創設、整備していく際にも、また独立戦争時の借金を全額額面通り弁済する際にも貫いた。1792年の財源制度の用語3でハミルトンは、 道徳と正義に関する確立しているルールは、個人と同様、国家にも適用される。よって、国家もまたその約束を守り、契約を果たし、各国民の財産権を尊重すべきある。そうしなければ、社会や政府に関係して、善と悪、あるいは正義と不正義を差別するすべての思考を終焉させると説いている。なお、更新用について、 第2報告書は1795年1月である。パセイク側の大滝のそばに建てられたハミルトンの銅像ハミルトンは13国が独立するにあたって大国である英国とフランスの競争や戦争に巻き込まれないようアメリカ合衆国の問答主義の起源となった外国とは極力関係しない無関係主義というべき中立外交を申の小国であるアメリカ合衆国の 外交における国税とした。が、それはあくまでも、建国初期の国力と国内外の情勢を判断、しての、一時的、便宜的なものであった。1793年2月の英仏戦争の、勃発に際し、ヨーロッパから統一の利を活用して、中立の選択を国益としたハミルトンではあったが、一般理論としては、屈辱的な平和の受諾には断固反対であった。 中立のためにも強力な軍事力の保持が必要であることを訴えた。1798年、ナポレオン・ボナパルトの革命フランスとの戦争という危機の到来の中で、常備陸軍の創設と強力な海軍力建設に国論をまとめたのもハミルトンであった。この時の7本の論考が、見解、1798年3から4月である。そして、ハミルトンは、 陸軍大将で総司令官のワシントンに次ぐ陸軍少将,将となった。なお、この本格的な米仏全面戦争はナポレオンの情報で回避された。また、この見解で革命フランスが狂ったエデオロギー信条に基づく侵略の野望を持ち県でドグマを強制戦としているとエドマンドバークと同様の評価をフランス革命に対して示した。ハミルトンのアメリカ合衆国への貢献は 憲法や政治制度ばかりでなく、申請の国家の財政、金融、貨幣、通商、産業政策の基礎を未来図と共に整備したことである。アメリカ合衆国経済にとって不可欠であった初の連邦中央銀行の設立と初のアメリカ合衆国造幣局の設置による初のドル硬貨の発行は、ハミルトン一人の成果であったと言ってよい。なぜなら、この中央銀行の設立には、 閣僚のトーマス・ジェファーソンや大物政治家のマディソンが激しく反対していた。日頃は良き協力者のランドルフもこれには否定的で大統領のワシントンすら乗り気ではなかったが、それほどの抵抗をも排除し達成を果たした。ハミルトンなくしてはアメリカ合衆国は空中分解し消滅してしまっていただろうし、20世紀。 以降の世界的な大国家に成長することなど万が一にもありえなかっただろう。このワシントンを最後の瞬間に本位させた、またアメリカ合衆国憲法の解釈にとって重要な法理論として後世に残ったハミルトンの大統領は提言書が国立銀行設立に関する法律の合憲性である。このようにアメリカ合衆国憲法は憲法解釈を主に ハミルトンと、このハミルトンを崇拝する、連邦最高裁判所主席判事ジ,ジョンマーシャルに委ねる、ことによって、アメリカ合衆国の生きた憲法として、長寿と輝きを持つものとなった。通貨に関するハミルトンの主張は、造幣局設立に関する、報告書にある。純農業国であった新生の小国である、アメリカ合衆国を、産業資本を作り母国、英国をしのぐ、 大産業国家に発展させるというハミルトンの国家100年の計は1791年12月に議会に財務長官名で提出した製造業に関する報告書にある。実際にアメリカ合衆国が産業国家として爆発的な発展をし始めたのは19世紀末であり、英国を追い抜いたのは第一次世界大戦期であった。2006年に ブッシュ政権の経済政策に対抗する案として、ブルッキングス研究所により発表されたハミルトンプロジェクトは、米国初代財務長官のハミルトンにちなんで名付けられた。オバマ大統領の就任演説は、このハミルトンプロジェクトを元にしている。ハミルトンプロジェクト一万番法、2006年4月23日。ありがとうございます。